かんな話なんですけれども、サンフランシスコ市ですね、はいはい、市長の発言を巡って、避難決議が佐賀市の方に行きたいと思うんですけれども、それに対して市長の方から何か指示が伝えようかというのは。あ、今文章を作ってます。文章を作ってます。あのこれは公開書簡にする予定なので、あのオープンに出しますので、ね、今文章を作ってます。いや、まあ相当慎重にならなきゃいけない文書でもありますし、僕の、まあ、メッセージをかなり強く出そうと思ってますので、いつまでということはちょっと局の方は一生懸命、早く作業をやらなきゃという思いがあるみたいなんですけど、まあこれは期限ない話ですから、まあそんなに焦らずしっかりしたものを作ろうというふうに言ってますけどね。日本語訳されたものも、まあ、もちろんご一読されてると思うんですけれども、まあ独語感といいますか、じゃあ全然事実と違うことがもう世界で広まってますよ。もう、とんでもないことですよ。もう日本の政治家が黙ってきた結果こういうことになってしまったのでね、慰安婦の問題をこれまで、まあ、いろんなアメリカの指揮者とか知日派の方のね、いろんな記事見ても慰安婦問題については、あ、全くこれは正当化することはアメリカでは理解されないとか言ってますけどもね、僕は正当化するつもりはないですけど、アメリカは重大な誤解をしてますから、だから慰安婦像なんていうことをどんどん平気で設置していくわけですよ、アメリカはね。これはね、本当に日米同盟というか同盟国、日本を同盟国として考えてるんであれば、人権問題として慰安婦像を設置するということであれば僕は賛成ですけども、でもそれはあの日本兵のその慰安婦の利用のことだけを取り上げての像の設置っていうのは違うと思いますね。それはアメリカ軍だってイギリス軍だって世界の各国の軍が戦場において女性を利用していたという、まあ戦争の悲惨さを伝える、まさに日本軍の慰安婦利用の像じゃなくてね、世界各国の軍が、まあ、女性を利用していたということをね、きちんと戒めるための像だったら、まあ、これはあの僕は賛成ですけど、そこは日本兵の慰安婦の利用ということだけを取り上げて、これ慰安婦像の設置ってやってるのは重大な誤解があると思いますよ。日本だけを特別 しているね、重大な事実誤認がある。だからそこを僕はずっとこれまで繰り返し言ってきたんですけども、まあ、やっと読売新聞もあの慰安婦像のこの設置、まあ、グレンデール氏の問題も今日の読売新聞なんかでも取り上げてましたけども、こういうことが日本に、日本人にだんだん知れ渡ってくるとね、慰安婦の問題、何が問題なのかってことが、僕が何を言おうとしてたのかってことがだんだん分かってきてくれるのかなと思いますけどもね。決してあの慰安婦の問題を正当化するつもりはないですから、だからアメリカの知日派の人にもね、僕は慰安婦の問題、日本がやったことを正当化するつもりは全くないけれども、つまり日本特有の問題として扱うことがおかしいんじゃないかということを僕はずっと言ってるわけでね、まあ、こういうことも日本人がみんな知って、で抗議とかいろいろ主張していかないと、世界各国で勝手にどん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 、それはこれは韓国側の主張が通ってね、今慰安婦像の設置が広がっていってますけども、それは韓国は韓国で必死になって主張してるわけですから、それに負けないように日本の方も主張していかなきゃいけませんね。ただあの慰安婦を正当化するってことは、これはやっぱり人権上世界各国から受け入れられないでしょうから、これはきちっとあの正当化しないように、こういうことはあってはならないことだということは認めた上で、ただ日本特有の問題としてアメリカ自身がそういうことを勝手に取り上げるってこともおかしいですよと、あなたたちだって戦地において女性を利用していたじゃないですかと、だからこれは世界各国の軍があの戦場において女性の人権を蹂躙していたということをね、戒めるための像は、それだったら賛成ですけどもね、そこは日本の名前も入れ、イギリス軍もアメリカ軍もドイツ軍もフランス軍も韓国軍の名前も入れながらね、こういう悲惨なことは二度と起こさないようにしましょうというような、そういう意味での像だったら大賛成ですけどね。だから僕はそういうことをこれまでずっと繰り返し言ってきたので、まあ、時間はかかりますけども、徐々に理解が広がってくると思います。今おっしゃられた文書というのは、あの決議文にはその回答を求める内容は特になかったと思うんですが、別に回答なくても向こう、僕だって決議やってくれって向こうに頼んだわけじゃないのに、勝手に決議して僕のところに送ってきてるわけですから、僕も送りま す。市長の個人名として市議会に対して、そうです、そうです、はい、声明文のような形なんですか。
いやいや、まあ、あの決議文を送られてきたからきちんとそれに対する返信ですよ、ええ、まあ、あの民主国家同士ですからサンフランシスコ市も大阪市との交流は継続する、また大阪市民には敬意を表するということをきちんとこれは民主国家として言ってくれてますのでね、まあ、そういう意味では、やっぱり民主国家同士きちんと意見をこう言いやすい、環境にあると思ってますから思ってますんでね、あのしっかりとこの非難決議文、これね今のアメリカにおける慰安婦像のこの広がり、この問題点についてもしっかりと指摘をした上で、アメリカの認識の間違いとか、そういうことについてはしっかりと正していきたいというふうに思ってます。